はい、皆様、こんにちは。今回はですね、珍しい、えー、UFO キャッチャーを見つけたのでやってみました。えー、その名も、古戦ガチャ。古戦のが取れる UFO キャッチャーということでね、あの5回チャレンジしてみたんですよ。なんかね、すべて本物っていうことなんでね、ちょっと期待しているんですけれども、えーとですね、こちら今1回目やりましたね。1回目。まあのね、すんなりね、取れたんですよ。そう、すんなり取れて、 ポトンそう、こんな具合にね、一番最初はね、うまく取れたんですよ。で、二回目、今二回目ですね。二回目今始めました。ねえ、えー、とね、なんか日本のお金だけなのかななんか他の国のお金は入ってないみたいなんですけど、二、えー、回目、二、えー、回目も、えー、うまい具合に、あー取れるかなと思ったけど取れなかったんですよね。そうそう、お決まりでね、だから三本爪なんでね、やっぱ取りにくいんですかね。 まあね、えっ、ー、と、江戸、明治、大正、昭和のお金が入ってるみたいですね。えっ、ー、と、3回目、早くも3回目ですね。えー、3回目スタートしました。えー、3回目はどれを狙ってたんでしょうか。えっ、ー、とね、3回目は何を狙ったかな。えっ、ー、と、あ、あの、緑のを狙ったらしいですね。えー、緑を狙って、えっ、ー、と、取れないと。ね、取れなかったんですよね。 で、まあ、早くも、えっ、ー、と、次で最後かな。えー、次で最後ですね。えー、次で最後になります。えっ、ー、とね、まあね、これね、音声はまあ、後付けで入れてるんでね。えっ、ー、と、最後は、えー、最後は、えー、最後も、えー、最後は何を狙ったかわからなかったですね。最後はダメだったですね。 えーっと、ああ、でもまだ、今度は最後か。今は4回目だったみたいですね。えー、最後。えー、最後は、おぉ、ちゃんとお金が入んなかった。えー、最後は、どれを狙っているか。えー、最後は、どれを狙っているか。えー、最後は、えー、水色。水色のカプセル。おぉ、取れた。水色のカプセル取りました。えー、っと、おぉ、そのまま落ちるなよ。落ちないで、はい、ボトッと。 はい、えっ、ー、とですね、500円で2回取れました。では、開封してみたいと思います。では、こんにちは、ふみふみです。先ほどのカプセルを開けてみました。ちょっと個人的には興奮しております。えーと、1カプセルに、えー、これが1個、1個で、1個ずつ入ってたんですけど、えっ、ー、とですね、こちら。えっ、ー、とですね、まずね、説明書があったんですけど、ちょっと、わかるか。ピントがあったか。 えー、古戦は邪気払いや金運、金運アップにも使用される風水効果の高いアイテムです。予備戦としてお財布に入れておくと、えー、ことね、お金が貯まりやすい,よい,いですよ、ということが書かれていますね。でね、これね、ご注意って書いてあって、汚れ錆び傷などがありますが、当時流行していたものなので、ご了承くださいと、あるんですよ。でね、このね、まずこの10円玉っぽいやつ。 あ、ちょっとさっき裏目しちゃいましたけどこれ、これ1銭って書いてあるんです一1000。1000。まあね、今のお金はほら、うんない。例えば100円6000とか。まあね、円の下に単位があるんですけど、これ1銭ですね。まあ流通してないお金。今じゃ、今じゃ、えっ、ー、と、流通してないお金ですよ。でね、裏がすごいんですよ。裏がね、これね、わかります 大日本と書いてあるんですよ。大日本。昭和12年だから、昭和12年だから、えっ、ー、と、第二次世界大戦が16年から20年だから、えっ、ー、と、第二次世界大戦の前、流通していたお金ですね。だから、当時だとどうなんだろう。例えば、当時の物価だと、何円、一 1, 1円1銭とか、そのぐらいの物価の時代なんですかね。 このね、大日本って書いてあるかね。これはね、初めて見たんですよ。で、もう一個こちら。わかりますかねえっ、ー、とね、こっちもね、大日本って書いてあるんですよ。で、大日本って書いてあって、10戦って書いてあるんですよ。10戦で、えーとね、昭和、昭和19年。19年だから、第二次世界大戦の終戦の前の年に、 えー、発行された、えー、お金です。10銭。これが、えっ、ー、と、1銭だから、この10倍の価値ですね。10銭だから、そうですね。だからこれが10枚で、え ?10 枚で1円と、だいたい同じぐらいなんですかね。ということでね。まあ、あの、5回やって2回取れたんですよ。 まあね、こういうね、ガチャあるんだなと思いました。これはね、個人的に大満足です。うん。あのね、またね、あのー、機会あったらね、行ってね、ちょっとね、も,あのもっと撮りたいと思います。ということで、今回は、あの、えっ、ー、と、面白い UFO キャッチャーをやってみたの、えっ、ー、とね、後半の動画でした。ご視聴ありがとうございました。 では、えー、こちら、大日本って書かれている昔のお金でございます。では、ご視聴ありがとうございました。